森の中で見つかる、埋もれ着埋もれ着を材とした木彫りの女性像、アナザーシーズンオブレストラスにスミエチスラフ、ボイトコフスキ作。長く土に渦漏れていたことで重を増した自然気の造形美や造形の妙は芸術家のインスピレーションにつながることもある。埋もれ着は樹木の幹が地殻変動や火山活動、水中の堆積作用などによって地中に渦漏れ。 長い年月をかけて圧力や熱を受けたために編成し、半ば炭化したもので、アタンもしくは活炭の一種である。梅木、埋もれんギとも表記し、岩木とも言う。炭化は表面で著しく内部は褐色でキ目を残す。石炭採掘の副産物として得られ、もっくりの美しいものや造形面で魅力的は特徴を持つものは彫刻をはじめとする。 芸術作品や埋もれ着細工のような工芸品、その他一般的な趣味の造形、屋内空間やアクアリウムを飾る、自然機としての空間演出用の小物などに用いられる。また、低品異端として家庭用の燃料とする。日本では数千万年前以降の地層に算出する。かつては仙台の広瀬川で、経過木などと共に算する仙台アタンが有名で、 埋もれぎ細工は仙台の名産である。ただし、住宅の電解や都市ガス、石油の普及で仙台屋単の採掘は行われなくなっており、埋もれぎ細工も過去の備蓄材料を使って続けられているのみである。青森県下北半島に広がる猿が森ヒバ埋没林で見られるヒバの古木は大森林地帯であった約1000年から800年より前の時代津波や海水によって 古間滅ぼした結果、立ち枯れ状態で残った木々が、海風と猿が、森砂丘が巻き起こす、断続的な被災にうずもれてしまい、その後、長い時を経て、今日見られるような直立したままの状態での埋もれ木の森になったと推定されており、現在でも大半が溶剤として使えるとともに、火場特有の香りを保っている。日本語では、世間から見捨てられた存在や、 忘れ去られてしまった存在を例えて、埋もれ着と呼ぶことがある。そのようなものの中で、幕末に大老を務めた彦根藩主、井直介がまだ、捨て淵の身分であった、若き日に、居所としていた、梅記者は、質素な武家屋敷であり、彼の名とともに、日本ではよく知られている。彦根藩主の年をとして生まれた直介は、父や時代藩主となるべき兄たちが創生するなどしない。 限り、世になん働きの場を乱すことの許されない身の上で、あったため、自らを、埋もれ木に例えたのであるが、果たして藩主と、時代候補の創生が続いたことで、梅記者から一躍世に出て、歴史的大役を果たす人物となっている。ありがとうございます。